はい、どうもサンドでございます。今回ガチャの、結果、報告になります。騒動がある前に、10連、これやって、それで動画に撮ったんですけど、ちょっともうカットします。それと、流石の300個、詫び石来たんで、それ全部ケフラ出るまでやろうと思ってやったんですけど、トータル80連しました。その結果をちょっと見ていただきたいんですが、入手順 SSR だけにしますね。ここのベルガモからです。まずマジンベジータ来ました。これはかなり嬉しい。マジンブーカテゴリーに入るはずなのでやりますね。ベジットのサブに入れたいなと思ったのと、あと天下一で、使えるなというところですね。今までずっとブロリーリーダーだったんですが、まあ、次回からは、ブロリーとこのマジンブーと、メインにしたちょっとリーダーが変わってくるかもしれないですね。で、見てほしいのがベルガモ。まあご覧いただけると分かると、マジンブーがね、マジンブーじゃない。マジンベジータがなぜか2枚来たんですが、ケフラが出なかった。こんなに引いて、ピックアップ5体しかいないのに、ケフラが出なかった。他の4体は少なくとも2体ずつ出てるんですよね。ベルガモが3体、シェイプアッププーが4体、あと、ケールが2体、カリフラが3体。いや、この結果をね、見てもらうとね、なんか確率操作してるんじゃないかなっていう疑惑がね、やっぱ消えないっすよね。ケール出ないだけならまだしも、LR の1点で2枚被るっていうのがちょっと、やっぱ疑問。まあ、ケールちょっと惜しかったんですけどね、それと、なんだっけ、魔人ブー編ガチャもちょっとやってて、ブロリー被ったんですよ。これで魔人ブーとブロリーが両方1凸できるので、展開値で猛威を振るいますね。っていう感じなんですが、皆さんはどうだったでしょうか。ちょっと周りの人たちはね、結構みんなケール、ケフラ、引けてたんですけど、いやー、引けなかったな。80連してね、ピックアップ5体しかいないのに、出ないっていうのはちょっと、不思議かな、やっぱ。ってな感じで、今回動画終わりたいと思います。ご視聴していただき、どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると、ありがたいです。コメントなども気軽にしてください。じゃあ、また。